猫ワン。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日は知り合いの知り合いのお宅から譲り受けた5歳の猫を可愛がる月岡ひとみさんとご主人の吉尾さんを訪ねるよ。どうやって猫にハマっていったのか、猫のしもべっぷりをレポート、こうご期待。猫は犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など、心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。ハンディを持つお子様へ。テローグループで IT を学びませんか？建築家にだってなれるかも。夢を広げるテローグループ。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん、猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。猫ちゃんお宅訪問なのにゃ。今日は仕事が長引いたのでかなり遅めの帰宅です。ただいま。あ、2階にいた。え、ただいま。出迎えてくれませんでした。あ、来た。あ、来ましたね。まーちゃん、ただいま。ただいまと帰宅したご主人を迎えているのはパンちゃん。どんな飼い主さんなのかな。パンちゃんを飼っているのは南海放送のアナウンサー月岡ひとみさん。明るい性格と爽やかな声、素敵な笑顔でいろんな情報を伝えてくれています。というわけで月岡ひとみさんです。よろしくお願いします。あの、月岡さんはピン芸人として南海放送で活躍中ですよね。いつの間に芸人枠ができたんですか？今日あのつがいで登場するっていうのはなかなかレアですよ。そうですね。ちょっとご紹介いただいて。はい、あの主人の吉尾です。あ、吉尾さん、よろしくお願いします。顔出しして大丈夫なんですか？ファンに刺されたらごめんなさいね。はい、あのこの度猫ちゃんを飼い始めたということで飛んできたんですが、はい、あのもともと猫好きでいらっしゃったんですか？二人とも。月岡さん、私が猫が大好きで、ただ私弟が喘息を持っていて、アレルギー、はい、でなので猫がずっと飼えなかったんですよ。でも弟さんのためにチーみたいな。そうなんですよ。で、はい、まあ、でも猫が好きで、はい、ずっと動画とか可愛い猫の動画を彼に見せて洗脳をしました。付き合ってる頃から。そうです。猫かわいいやろ、かわいいよね、かわいいやろって言って洗脳をした結果。結果どうなったんですか？猫好きになって、なんかでも逆転した感じ。え、どういうことですか？あの、もう僕の方が猫飼いたい飼いたいみたいな。それは月岡さんのことが好きやから猫が好きなふりしよったんじゃないんですか？ぶっちゃけていただいて。いやいや、本当に正直になってください。本当に本当に可愛かった。そうなんですか、うん、ちょっと目をそらしました。それもあったんじゃないですか？最初はそれもあったんじゃないですか？それ、そうですねって言わせたい感じ。
バレたか。あ、で今は吉尾さんの方がちょっと猫が好きかもしれない。そうですね、うん、なんかこう乗ってくる猫が寄ってくるのも最近は僕の方が多いかもしれない。猫はね人を見ますからね。そうですね、うん、まあ、ちょっとね悔しいんですけれど、あの猫を飼うためにいろいろこう準備もされたんですか？そうですね、あの、まあ、家をその建てるっていう段階になった時に猫扉をつけようかなとか、キャットウォークをつけようかなとか、そういう話は二人でして、もう猫を飼うための準備っていうのを家の方からしてきました。じゃあ、お二人が住むための家はもちろんだけれども、猫を飼いたいというのも新築理由にはあったんですか？何パーセントぐらいか。というか、もともとあのマンションに住んでたら猫飼えないよねっていう話で家を建てたようなところがあるぐらい。そうだったんですか、うん、猫飼うためにと言っても過言ではない。そうそうですね。じゃ、猫を飼うための工夫は至るところにあるんですね。そこ入って。入らんのかい。そこ入って。そっちから呼んで。え？そっちから呼んで。マン、おいで。マンちゃん。マンちゃん。マンちゃん、おいで。お、いらっしゃい。いったー。いらっしゃい。床までの押し入れをちょっと底上げして、下に空間を作って、そこに猫が休めるスペースを作ったりとか。こんな家初めて見ましたけど、猫がそういう空間が好きなんですか？想像です。あくまで。あ、じゃあ自分が猫だったらそういう場所が欲しいな。そうそうそう、欲しいかもな。そうです、そうです。そういうご主人の姿を見てどうですか？いや、でももう嬉しかったですし、もともとこう洗脳した側としては、まあ、その点人間が使う収納部分はめちゃめちゃちっちゃくなったんですけど。なるほどね。これも全てもう猫様のためだと思ってます。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、尿もペットシーツで吸い取ったり、水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。ただいま。お家古くなっちゃったね。なんだこの行列。ケース平岡工業。日本ケアドッグ協会はワンちゃんと飼い主さんの絆づくりをお手伝いします。ケアドッグ幼稚園、トレーニングや遊びなど楽しく過ごします。ケアドッグスクール、基本的なルールからハイレベルまで個性に合わせてトレーニングします。無駄吠え、トイレのしつけなど何でもご相談ください。日本ケアドッグ協会。ちゃんと爪研ぎも爪研ぎ場所でやってくれますし、トイレも一回も粗相がなくて、できた猫だと思って。じゃあ、子猫ちゃんから欲しいっていう人世の中には多いんですけれども、大人になってから飼うっていうのも良かったのかもしれないですね。そうですね、もう自分である程度全て分かってくれてるので、買う、まあ、初心者なんで、初心者としてはとても良かったし、まあ、楽だなと思いましたね。うん、お二人とも自宅で猫を飼うっていうのは初めてだったということなんですが、いざ飼ってみて思っていたのとあれ違うなとか意外な点っていうのはありますか？
1週間その預かって、でその時にやっぱりいきなり広い家だと慣れないだろうからっていうことで、徐々に徐々に扉を開けてこう広さを確認してもらってっていう風にやってたんですけど、2階には一切上がらなかったんです。で2階の階段のところからおいでおいでって呼んでも一切上がらなかったのに、1週間経ってじゃあこの子を引き取ろうと、でお前はうちの猫だよこれからって言った瞬間に、ダダダダダダって2階に上がって、みたいになって、で基本的におとなしいし甘えん坊なんですが、それでも猫をかぶってたんだなっていう、ですね、頭いいですね、ね、びっくりして、この辺もキッチンからリビングにかけてもダーって走り回るようになって、いきなりって2人でびっくりしましたね。これ言っていいのかな、ペロペロって舐めるじゃないですか、はい、あれ臭いんだろうなって思ってたんですけど全然臭くなかった。この子はなのかもしれないですけど、ペロペロってやってるのってやってみたら、そう全然臭くないなと思って、で部屋もね全く、まあ、今のところ個人的には匂いも感じないし、ね、おとなしいしあまり泣かないなと、まあ、性格なんでしょうけど、でしょうね、はい、てんやもんが届きましたね、はい、お願いします。寿司の特上取りましたんで、はい、ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。どこまで話した、意外だった、臭くないってことですね。そう、あ、うちのは臭いですよ。あ、そうなんです。あ、じゃあこの子が臭くないんですよね。偉いんだ、若さってのもあると思いますけど、猫の口の匂いっていうのはもうマニアにはたまらない、クンクンやっちゃうってとこがマニアの域に達したら、まだそこまではいってないですねそうなんです。あ、この匂いっていうのがねあるんですよ。何かこう手入れしてることってあるんですか。手入れ、うん、猫に対してですか、はい、なんだろう、ま、毎日ほぼ毎日ぐらいブラッシングしてるぐらいですかね。なんかグローブみたいなの使ってるんですか。ファーミネーター。あ、高いやつだ、5000円ぐらいするやつだ。あ、違いますか。でも結構抜けます。びっくりしました最初。え、大丈夫大丈夫っていうぐらい抜けますそんなに使ったことないんですよ。ぜひお貸しします。お貸しください。夜寝室は今まで入らないようにしてたんですけど、はい、やっぱカリ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 やるんですよ。あ、そうなんですか。夜に、はい、それが1時間おきぐらいにやられるからそれはちょっと困りました。まあ僕はあんま困ってないんです。僕ね、起きないんで、はい、多分爪は立ててないんです。家具は全然片付いてない、ねえねえって感じ。そうだからこうカシャ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 っていう、うん、肉球と多分手先の音だけなんだと思うんですけど、カシャ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 ってやって、
もううるさいからもう寝室から出て、そしたらゴロ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 って甘えてきてっていうのが1時間おきぐらいに。もう子育てと一緒ですね、夜泣きの。本当にそう思いました。なんか子供がいるみたいって思いました。じゃあ一緒に寝ればいいのに3人ね。ねその辺どうなの。実はもう昨日初めて寝たんです。お一緒に寝てみた。そうそう、もう根負けしたどうでした。そっちの方が楽だったかなパンちゃんとしてはご主人のいびきで寝られなかった。そんなことはない。なさ大丈夫。確かに起きてた、ずっとなんで分けてたんですか、一緒に寝ないように。最初はやっぱり布団にね、パンちゃんの毛が、そそとか、そそはもうしないだろうなと思ってたんで、まあ毛がつくんでそれ掃除するのがなと思ってたんですけど、まあもう寒毛期も終わったのでまあいいかと思って。よかったねパンちゃん、よかったね一緒に寝れるんだって。で一緒に寝てみて月子さんどうでした。いやもう本当幸せ朝起きてパンの顔がこの辺にあるあーって思いますし、あとこの子は多分自分も寝ぼけてなんでしょうけど、伸びした時に私の顔に肉球プニって押し当ててくるんです初めて顔で肉球を感じたと思って、はーもう幸せって思いましたそんな奥さん見てどうですかどうですかってどういうことですか。幸せですとか言うんです。幸せそうだなと思います。猫ワン、大和動物病院も猫ワンを応援しています。猫ワン、もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったらすぐに警察と保健所、愛媛県動物愛護センターすべてに連絡してください。写真を持っていくと確実です。保健所に収容されると1週間から2週間で殺処分になってしまうケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市古国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。パンちゃんのチャームポイントってどこですか。買ってみてわかる。目ですね。目、うん、ほう、じとってした目ちょっとなんかこう、もうパチーンっていう目じゃないですもんね。そうそう、ずっと睨んでるような目あら、嬉しいね。ほら、こういう嬉しいっすね。なんかふーみたいな顔してるけど実は甘えん坊っていう、そうそのギャップ、ギャップに、ね、そうなんですね。ルックルックスはその目がチャームポイント、うん、性格はどうですか。もう本当に甘えん坊っていうのが多分一番だと思います、うん、で、うん、一日会ってなかったら、うん、つまり朝出てって夜帰ってきたらひたすらついてくるっていう。車の音が聞こえてそわそわし始めたパンですが、そのテーブルの上には乗っちゃダメって言ってるでしょ、いつも。パン、帰ってきたよ。余裕。帰ってきたよ。お。よしょくんが、お、来た来た来た。行け行け行け。お、行きました。ただいま。おかえり。めっちゃダッシュで出てきたよ。ね。ダッシュで出てくる割にはそこまでしか行かないっていうね。帰ってきました。なんで逃げるの？なんなんやろこの雰囲気っていう。
戸惑いの顔をしている。で、間に挟まれたから。はい、ただいま。さあ、向こう行こうか。ひたすらついてくるっていう、どこに行ってもトコトコトコって後ろからついてくるのが可愛い。どこまでついてきますか。最近はなくなったんですけど、昔はトイレまでついてきました。それどうですか。すごく落ち着かないですよね。これ尻尾のなんか物語りますよね、この人。あ、そうそうそう、うん、あのね、顔に当ててくるんですよ、こいつ。なんでだろう。ソファーで主人が休んでたら、その後ろから尻尾をピターンピターンって顔によく当てるんですよ。それってどうですか。嬉しいですね。俺って猫のしもべやなって思う時って他に何かありますか。そう、気持ち的なもんでもいいですよ。そうですね、だからもう行動が猫によって制限されてるので、例えば朝起きて会社に行きたいけど猫が膝の上に乗ってきたらこれいけないですよね。この子がどいてくれるまでは。あ、遅刻することもギリ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 になることもあります。1週間その迎え入れて、でまあ性格が例えば合わないとかこの家に慣れないとかそういうことがあったらもうしょうがない、お返しせざるを得ないだろうなっていう話は2人でしてたんですけど、1週間迎え入れる段階でその前にこのキャットタワーを用意しようやって言って、え、どうするん、1週間経ってそれ猫返すってことになったらどうするのって言ったんですけど、まあまた次の猫また買う機会はあるやろ、ね、っていうことで、もうこのキャットタワーとかいろいろケージとかはこの子がもう預かりに来る前にもう全部揃えました。全部揃えてたんですね。そうですね、うん、まあいずれは猫前提ですもんね、うん、そうですね、うん、まああと猫にも失礼ですしね。どういうことですか。ちゃんとこっちはお迎えしてるよっていう、あなたをお迎えする意思があるよっていうのをこうちゃんと示しとかないと、お猫様ですから。稀に見る猫好きさんですね。しもべっぷりがすごいですね。なんか手術したみたいですね。あ、そうです、不妊手術をしました。あの、まあ、元の一応飼い主さんにも確認を取って、まあ、5歳まで手術されてなかったので、まあ、元の飼い主さんの思いもあるでしょうから、で、まあ、元の飼い主さんも、まあね、あのダメってとは言わなかったので、ちょっとまあこの子のことを考えて、まあ難しいですけどね、どっちがいいのか分かんないけど、まあ僕らは手術してあげた方がいいのかなと思って、はい、しました。禁酒もあったかなんか、禁酒じゃなくて内膜炎、そう、はい、子宮内膜症。それはどんな病気なんですかね。いや僕もよくは分かってないですけど、まあなんか子宮の中が炎症を、え、そうなんですからしいです、まあ、の卵巣だけ取ればいい手術だと思っていたけれど、うん、あの子宮の中もちょっとただれていたようなので、もう子宮も取っちゃいましたっていう説明を、うんうん、あのお医者さんから受けて、術後に、術後に、はい、そうそうかみたいな。へー、ちょっとお腹痛かったのかもしれないですね。そうなんです、もうあの帰ってきた時に、うん、あのキャリーケースの中からこう出した時にやっぱりまだ麻酔が効いてたのか、はい、もうフラ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 歩き回っ
って歩かんでほしいのに、で歩いたら歩いたで足取りがこうねおかしくてコテンって倒れてみたいなのを見てると、もうほんと心がもう痛んで痛んで、もうやめてくれみたいな、もういいけんもうずっと横になっとってみたいな、もうあの時ほどこう子を持つ親の気持ちが分かったことない。変われるもんなら変わりたいみたいな。そうですね、うん。で、よくなったんですか？そうなんです。まあ、その日はやっぱり夜、その日からですね、一緒に寝ようと思って、で、近くで寝て、でもなんかやっぱりお腹が痛いのか、よく目を覚ましていて、で、心配になりながら一緒に寝て、丸一日はもうご飯も水も何も食べなかったですね。でもうだいぶ2日目ぐらいにやっぱご飯食べた時はすごく嬉しくてよかった食べたって言って、で私は家にいてその様子見てて、で彼は仕事中だったんですけど、もうすぐメールで食べたご飯ってすぐ返事来ました。よかったって言ってよかったですね。そうですね、嬉しかったですね。あ、そう言われてみたら最初のトイレの時もそうでしたね。飼い主さん変わるとトイレしないって言うじゃないですか、はい、でもこの子その日の晩ぐらいにしてくれたんかな。ブリッいや、おしっこの方、おしっこの方。そうで、翌日ぐらい、2日ぐらい多分うんちしてなくて緊張してる。そうそう、で2日目ぐらいにうんちをした時のあの感動はなかったですね。生まれたそうそうそう、うんちをされてこんなに感動したのはないなみたいな、よかったですね。そう、パンちゃんに言葉が通じるのは何か聞いてみたいことってありますか？聞いてみたい、うん、言いたいこととか。あ、まあ住み心地は聞いてみたいですよね。まあ5年間おったとこから変わったわけですから、今大丈夫かなって住み心地が。そうですね、まあまあみたいな顔ですね。あ、それなら良かったですけど。月岡さん、なんか聞いたいこととか言いたいことありますか？まあ私たちが飼い主としてちゃんと合格点を出してもらえるのかとか、そのあたりは気になりますよね。その初心者なので、どうしても本当はこうしてほしいけどそうじゃないとか、不平不満があるんだったら言ってほしいなと思いますよね。でたまに、あんまりめったに泣かないんですけど、たまに何かを訴えてずっとニャ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 こう言うことがあって、で、まあ、楽しいので私たちもで、なのでニャーとかって、どうしたニャーって、何があったニャーとかってずっとこういう返しをするんですけど、パンちゃんニャー、ピンちゃんにゃー、ポンちゃんにゃーとか言って全部それで返して、なんかおしゃべりをしてくれる時があるんですけど、こういう時何言ってるんやろってすごく気になってますね。完璧なる猫のしもべのお二人でございました。末永く仲良くありがとうございました。はい、ありがとうございました。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが、そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
また見てね。